そういうものね。マスオ TV。はい、マスオ TV です。はい、皆さん、非常食って言ったらどんなものをイメージしますか？ハイテクな非常食。すんごい面白そうなんで、僕ね実は買ってきちゃいました。じゃじゃーん。発熱剤で熱々って書いてあるんですよ。なんかこういう風にいろいろ混ぜるとすんごい熱くなってね、熱々なままカレーライスが食べれるっていう。で、本当にあったかくなるのかとかね、味はどうなんだっていうのをね、ちょっと今日試しに実際に作って食べてみたいと思います。ほら、なんか中に本当いろいろ入ってますよね。ほら、いっぱい入ってる。耐熱の袋ですかね。ビーフカレー、白いご飯、発熱剤と発熱容器ですね。では実際に発熱剤を使って熱々のカレーを作っていきたいと思います。まずこれですね、この発熱剤っていうのを開けて、あ、これだ。発熱剤って言ってもなんかこのなんていうの、ホッカイロみたいなやつですね。これを袋に入れます。で、次にこのご飯とルーを袋の中に入れていきまーす。はい。で、最後にこの発熱溶液っていうのをこの袋の中に入れます。発熱中は90度以上の蒸気が発生しますので、火傷にはご注意くださいっていうことです。おっかねえな。いきまーす。あ、大丈夫かな？怖いな。では、入れていきます。どうなるんだろう。いきまーす。ゴー。で、閉めると。閉める。すぐ閉めろ。おお、すげえ、湯気が一気に出た。すごい、このね、液を入れた瞬間にこの発熱剤からめっちゃ熱が出て水蒸気になって湯気出まくってるんですよ。これすげえ。あっちあっち、超熱い。熱かった。こんなに熱いと思わなかった。すごい、これゆで卵できるんじゃないのかな。ついでに卵も入れちゃいましょう。えい、ゆで卵ができるかもしれない。果たしてできるのか。よーし、ということで発熱してからね20分近く経ったんで、このビーフカレーがねちゃんと食えるのかあったかいのかちょっとまず試してからゆで卵を見ていきたいと思います。あちち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 ち、まだね本当はちょっと早いかもしれない。あっつい。ちょっとぬるいぐらいかもしれないけど、しっかり温まってます。じゃーん。はい、ということで、ご飯とカレー、ちゃんと温まってるのか、開けて確かめていきたいと思います。ご飯開きます。と、じゃーん。あれ、熱々。ほんと熱々になってる。すごい。カレーもかけて、熱々カレーライスの出来上がりでーす。ほんとに美味しそうなカレーになりました。では、いただきます。普通にうまい。え、これ非常食で食えたらマジいいわ。いや、火使ったわけじゃないのに熱々なのは最高。はい、で、ここでね、皆さん気になってると思います。ゆで卵はちゃんとできたのかっていうことなんですけど、じゃじゃーん。これ、わかりますでしょうか？ぺったんこ。はい、これ実はね、倒れちゃってぺったんこになっただけなんですけど、ゆで卵は、めちゃめちゃしっかりできました。ゆで卵がこんなね、まんじゅうみたいになっちゃうくらいですか。殻取ってきたらこんな感じです。しっかりゆで卵に、ほら、なりました。うまい！カレーも温めて、ゆで卵もできて、一石二鳥ですね、これ。じゃーん！完食しました。ほんとね、美味しかったです。スキー場のカレーみたいで。なんとなくわかるでしょうか。やっぱり非常事態の時にあったかいものを食べれるとすごいホッとするし、いいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんもね、こちら、レスキューフーズ、ね、買ってみてください。僕、東急ハンズで買いましたんで。はい、ということで今日も最後までマスオ TV をご視聴いただき、ありがとうございました。しっかりゆで卵作れてよかったです。ということで、また明日もぜひ見てください。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。